広野勤の走れタコ。この番組は小林明の歌真似をすれば世界でも3本の指に入るとかっこ自称かっこ笑いという私明節の広野勤がいくつになっても青春やでえと元気印の仲間を引き連れ今宵さっそうと勢ぞろい。並んでみれば覚悟大勢。まずは一人芝居をすれば日本でも1番2番3番か。和製マーロンブランドとの噂も高い深夜の語り部三部深夜。さて連なるは演歌のジョーカー松川翔子とその軍団、メジャーを夢見る魂の歌市原秀人。美しさなら負けません、元はモデルの美人歌手春ちゃん。健康で美しく明るく元気な南社長に島村さん。さてさて今宵はようこそゲストの皆さん、もちろん聞いてくださっているあなたもあなたもタコながら、ワイワイガヤガヤ楽しさ満杯。火曜の夜はみんなで一緒に夜更かししましょう。歌って笑って走れタコ。この番組はなにわテクの株式会社、株式会社サンマテリアル各社の提供でお送りします。苦節30年防水工事一筋、大きなビルから小さなベランダの工事まで、女社長だからできるきめ細かな仕事。社長一言仕事ください。06-6327-9992 06-6327-9992。防水工事のなにわテクの株式会社。近畿一円どこでも行きます。何でもやります。やらせてください。社長もう一言お電話待ってます。電話したってね。それはそうと、はるちゃん、はい、高校野球も終わったね。はい、終わりましたね。盛り上がったね。はい、暑かったですね、うん、それでね、はい、高校野球甲子園で活躍したけれども、はい、その裏でね、はい、いろんな物語が起きてるわけやね。うわー、私の知り合いでね、はい、あの豊中の、あの桜塚高校のね、はい、生徒を持ってる親がいての、はい、うん、塚脇さんってね、はい、お母さんと私知り合いやね、はい、でもね、もうしょっちゅうその予選の時に、はい、応援に行ってたんよ。桜塚高校のね、はい、塚脇圭言ってね、小柄やねんけどね、セカンドやってんねん。この子すごいんや。はい、うん、予選でね、はい、20打席9安打やねん。4割5分や。すごいですよね。うん、でも結局、近大付属に負けて6回、準々決勝まで行ってね。わぁ、あかんかったんやけどね、うん。でもね、青春やな。そうですよね。うん、でね、言うたんよ。帰って行かないんでよかったん違うって、うん。夢がまだ残ってるから。そうですね。で、この子の夢はね、はい、プロ野球の選手になるの違うんやて。何なんですか。高校の体育の先生になって、はい、野球部の部長をやって、はい、うわ、それで生徒に教えて甲子園行きたいって。うわ、すごいですね。これなんかもう、これ聞いた時も鳥肌立ってね、本当にええわーってラジオで話したいなー思ってね。うんうん、まあ、豊中の桜塚高校やったら府立でね、名門や、進学校やねな、はい。それが、まあ、準々決勝まで行って、はい、塚脇圭君、頑張れよ。頑張ってください。ね、本当にね、はい、これから、高校やから、あと10年も戦うちにね、もうなるんやから。そうです。10年後の姿みたいな。そうですね。楽しみにしてます。ねえ。はい。よっしゃ。そしたら、甲子園や。ね。はい。阪神タイガース、この番組を応援してます。はい。行きましょう。行きましょう。走れタイガース2010。ともせずに逆転逆転あと一人走れ走れ勝利を信じて走れ平野走れマトン走れ鳥谷阪神タイガース
よべよべ一つになれば連勝連勝あと一球走れ走れ勝利を信じて走れ桂木走れ甲子園走れカノー阪神タイガース関本走れ檜山走れ阪神タイガース翔子の今夜はもう話さないわ。皆さんこんばんは、日本クラウンの松川翔子です。広野さんこんばんは。はいこんばんは。サブマネージャーの石井博康、ええ声のひろちゃんです。はい、はい、マネージャーの秋吉佳代子です。はい、あのヒロさんの大ファンの大倉よしこです。またまた登場しました。あのぜひともヒロノさんに会いたいということでね。広瀬さんの言うとこがちょっと引っかかるけどな。はい、ありがとうございます。今日はなんかええ声の、そうですね、この間、8月にですね、野球部の初期払いがありまして、その時にみんなで沖縄旅行に行こういう話になったんですね。はいはいはい、でまあ私はもう全然行くつもりなかったんですが、うん、あのことちゃんがぜひちょっとお前も一緒に行こうやって言い張ったから、うん、まあ、全部出してくれなんて行くわって言うたんですよ、うん、そしたらね、分かったわし全部出したるって、でそんな言い張ったんですよ、うん、でそれがね、あくる日ね、うん、まあもう酒の席ですしね、うん、まあまあ冗談やろと思ってて私も全然気にもしてなかったんですがね、うん、あくる日にね、ポーンとね、うん、全額ね、全員の分、まあ、あの野球部20人ぐらいいてるんですけどね、あの行く人11人、全部お金持ってきはったんですよ。でもうポーンってもう24、10月の24、25、26で行くんですけどね、25、26、27ですよ、行くんですけどね、で私26日誕生日なんですよ、ちょうど。でその時にね、もう全部持ってきてくれはってね、もう全部支払い終わってるんですよ、全員の分なんですよ。頭ちょっとおかしなったかなと思ったんですけどね、一言ちょっと琴浦さんにちょっと言わせていただいていいですかね。琴ちゃん、素敵な誕生日のプレゼントありがとう。今度はあの松川翔子の CD もその分、それぐらいのお金の分で買うてね。はい、松川翔子、今日の曲はもう話さない。強がり一つで暮らしてきたわ。女心のこのひび割れにちんとお酒が染みるのよ。触れ合いの温かさ私のものです。もう離さない。南正夫の人生は快適に。皆さんこんばんは。株式会社サンマテリアルの南正夫です。広野さんこんばんは。はい、こんばんは。は、サンマテリアルチーム颯爽たるメンバーね。はい、自己紹介いきましょう。島村秀子です、よろしくお願いいたします。南木静です、よろしくお願いいたします。阪神絶好調町長民です。はい、社長、今日はどんなお話ですの？楽しみにしてますね。いつも、もうね、健康とかね、そういうテーマを取り入れたいなということで、今日はですね、自然界の贈り物の中で、その中で一番の水ですね、水を調査にちょっと語ってもらおうという。やってもらいましょう。はい、水素水ですね、今話題の水素水、今ですね、快適人生の方で豊里の方ですね、今水素水のステーションをやってるんですよ、もう本当に口コミ口コミで、そこでやってる方が
湯浅さんって言うんですけども、湯浅、はいはい、さんの奥さんが最初反対になったんですよ、うん、もうやめときそんなんって言ってたんですけどね、うん、でも湯浅さんの奥さんが毎日その水を飲んでいると、うん、なんとその方の体型なんですけども、うん、170ぐらいやった血圧が、うん、まあ、140ぐらいまで下がっちゃったんですよ。すごいやん。そうなんですよ。うん、それとかですね、うん、あと今、昔の娘さん、もう今、70何歳の松田さんっていう方がいるんですけども、うん、その方がやっぱり全身いろいろ硬いんですね、はいはいはい。その水素水を体に塗って、ちょこちょこちょことつけていくと、うん、その痒みが1日2日経ったら取れちゃうんですよ。うん、なるほど。やっぱり水素水ってすごいんですね、社長。そうですね。やっぱり体の元素なんで ね、その中4番目に入るんでね、うん、この部分。そうね、はい。酸化するのはあかんでね。そうですね。だから、その酸化に対してね、水素。還元水ですね。還元水やね。そうですね。なるほどな。水素水か。南正夫でした。